こんばんは。今日はね、新山口駅まで車で来まして、のぞみ64号を撮影したいと思います。こんな駐車場ができたんだ。15分100円でね、あ、15分無料で1時間まで130円だったかな。新幹線のぞみの停車駅でこんな安い駐車場は多分ないよね。なんてこういい駐車場なんだ。駅前がねすごいね、なんかこんな駐車場なんですけど、すごい。お、貨物が。これ公園でいいですね。駅前にこんないい駐車場ができたとは。おお、ここも列車を見るには最高のビューですね。なかなかすごいぞ新山口駅で。新幹線ホームに行ってみましょう。あっちはね、前にも、前の動画でも、前、私は前上げた動画でもあるんですけど、高校生のカップルが位置ついてますね。いいですね。あ、列車が見えますね。はい、行ってみましょう。新幹線ホームは、駐車場と反対側の、南北自由通路というところです。屋上テラスもね、いいですね。新幹線のね、さっきね、発車シーンとね、もうちょっと早く来てたら撮れてたな。在来線から乗り換え口ですね。19時20分発光568号というのがありますね。おお、喫煙ルームコナンできたんだ。前はね、灰皿があった、無造作にあっただけですからね。下りホームはね、まだ喫煙ルームではないですね。あそこにあります、灰皿。山口線から列車来ましたね。スーパー沖号も。あ、山陽本線も来ましたね。
下関行き。N700 系で運転ですね、この光号は。 S 編成かな。このスピーカーがね、新しくなってるんでね、音がクリアになってますね。これです、これです。なんか薄型のスピーカー、めちゃくちゃ薄いわけじゃないとは思うけど。ご乗車ありがとうございました。この列車は19時20分発光568号、はい、この光号の発車を撮影しましょう。この次くらいね、のぞみ64号を通過するのかな。はい、まずはこの光号、光568号光号ということは博多新大阪で完結するんだね。九州新幹線内には入らないということ。JR 九州のね、 R7 編成でしたね。JR 九州の車両でね、光号として、JR 西日本区間を完走するという列車です。はい、山口線の列車が行きましたね。なんかやっぱラッピングしてますね。のぞみ64号はね、小倉駅を19時15分の発車ですので、今もう19時22分ぐらいになりましたけど、もうこの新山口はね、何分ぐらい来るかな、15分ぐらいでは来ないか、20分以内には来るよね。これ3号系客車もありますからね。700系で来ますね。さっき朝駅にあった列車だ、あの貨物だ。バラストを積んでます。すごいね、7分間隔だよ、新山口駅で。こだま870が19.33。この時間から新幹線ラッシュだな。この間にのぞみ64号も多分到着します。あ、到着じゃない、通過していきます。
小玉号の到着です。19時33分発、今時刻は19時29分です。のぞみ64号はこれを抜いていくと思いますよ。新山口徳山間はね、結構駅間距離は長いので、この駅での追い越しが一番理想ですよね。だいぶ日も暮れてまいりました。じゃあ次の動画ではのぞみ64号の通過を撮りたいと思います。 ZZ でした。